キングプリンス、ティアラ、ハン、たちの CD 以外が止まらない。4ヶ月連続リリースで心配される彼女たちのお財布。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 2023年5月22日でメンバーの平野紫要、岸優太、神宮寺優太の3人の脱退が発表されているキングプリンス。残りあと半年を切り、刻一刻とその時は近づく。2人体制になっても解散はないとされるものの、やはり現在の5人のメンバーでの金プリに愛着を持つファンが圧倒的多数だろう。 数字という見える形で、ここまでの金プリの華々しい実績を残すべく、そしてジャニーズ事務所にファンのパワーを見せつけるがごとく、デビュー曲、シンデレラガール、や最新の両 A 面シングル、月読み、彩り、の CD を追加購入するおいでれらおい月読みといった現象が発生。 その成果が実り、月読み、彩りはグループ初となるミリオンを達成、オリコン年間チャートの1位に輝くという快挙を成し遂げた。金プリはもともとファンの数も多いグループでしたが CED の売上枚数だけで見ると、スノーマンやなにわ男子にやや劣るところがありました。売上枚数が全てではないものの、意地を見せた形になりました。スポーツ紙ジャニーズ担当記者。 こういったジャニーズの CD 追加購入といえば2016年スマップ解散の際に世界に一つだけの花が飛ぶように揺れ累計で300枚を突破したことを思い出す。キンプリファン通称ティアラたちも最後に熱意を見せた。そんなティアラたちが気になっていることがあるという。それは節目となるメモリアルソングのリリースや最後のライブがあるのかということだ。 去る者を追わずなジャニーズ事務所スマップを解散発表後一度も5人でステージを飾ることはなかった。時代は山口達也氏が不祥事を起こし、脱退した後、バンド活動は一切再開されないまま長瀬智也が脱退。そして残る3人は株式会社時代を設立するという流れとなった。 誰かが辞めるわけではなく活動休止を決めた嵐の場合は約1年かけてラストイヤーを盛り上げました。V6 はこれまでの歩みや感謝を感じさせるエモいラストシングルをリリース。タッキー翼はカウントダウンコンサートでコーナーが設けられるなど大々的に盛り上げられました。 解散や活動休止ではなく複数メンバーの脱退という分別を思わせるキンプリはこの先の5ヶ月ティアラにどんなものを届けてくれるのかまたは何もなくあっさりお別れなのか同行が気になるところです。当然、ジャニーズのグループからメンバー脱退自体は昔も今もさほど珍しいことではない。 女性アイドルグループの場合は、卒業ソングなどが用意されて盛り上げることがあるが、過去のジャニーズを振り返ると、ほぼないに等しい。事務所の体質的にも去るものは追わずという空気がある。赤西陣屋西木土良、そして山下智久の時も、そういった送り出しは一切ありませんでした。金プリのエースである平野が脱退するからといって、 彼をセンターに据えた曲をリリースすることも考えられないと思います。芸能ジャーナリスト。そんな中、1月放送スタートの岸優太主演のドラマ、スキスキワンワン。日本テレビ系の主題歌にキングプリンスへの新曲、メイヤー・ヤングが発表されるも、 春公開の映画、ドラえもんのび太と空の理想郷で長瀬角が声優初挑戦をするにもかかわらず、主題歌は22位決まった。しかし1月に発売される初のドーム公演のブルーレイ &DVD のリリースを皮切りに、シングル、コンサートツアーブルーレイ &DVD。D そしてベストアルバムと4ヶ月連続のリリースが発表されると、前での記者が心配の声を漏らす。嬉しい悲鳴かもしれません。ガティアラたちのお財布が心配です。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。